ガーヌーはどれほどすごいのか、このダウンシーンでよくわかります。フィーリーは踏み込みながら左フックを打ち、ガーヌーは右腕を外側に移動してブロックしています。うまく防御していますが、腕を外側に移動することによってガーヌーのガードに隙ができてしまいました。フィーリーはこのチャンスを掴んで右ストレートをガードの隙間に入れました。ギリギリに外れてガーヌーの肩に当たっています。顔にヒットしなかったけど、フィーリーは左フック右ストレートのコンビネーションに引っかかっていると考え、ここからもう一度同じ攻撃を仕掛けました。ボクシング技術を持つ相手に連発で同じ攻撃を仕掛けると後悔することになるかもしれません。これはジェヴァンテ・デイビス vs リオ・サンタ・クルーズの KO 戦で見られました。ただガーヌーはボクサーではないので大丈夫とフィーリーは思っていましたが、これは大間違いでした。フィーリーの右ストレートが入ってくる瞬間と同時にガーヌーは回転し、フィーリーのストレートは流れていき、ガーヌーはパワフルなフックを耳あたりにヒットしました。これでボクシング経験が一切ないガーヌーは無敗の WBC ヘビー級チャンピオンを倒しました。ガーヌーはどれほどすごいと思いますか？コメントで教えてください。スポーツベットで稼ぎたい方は概要欄をチェックして10ドルのフリープレゼントをゲットしてください。このように試合をゆっくり分析するとライブで気づかなかった細かい技術を知ることができます。他のボクサーの分析動画もアップしているので、チャンネルの登録ボタンをスマッシュしてチェックイットアウト。